おお、なんと。できましたぜ。また来てください。わかりました。春日山での暮らしに不自由はないか、雪村と影勝様は仰せである。はい、不自由など滅相もない。無用。人質などと考えるな。盟友と思えばこそこうしてそばに置いていると影勝様はお考えだ。もったいないお言葉。木を重んじる上杉の家風、心が洗われる思いです。真田はそうではない。は、正幸殿とは戦場で何度か相対した。にもかかわらず心中をお許しいただき。不思議と私利私欲は感じなかった。は、上杉には上杉の戦う理由がある。すなわち謙信公より受け継いだ義である。正幸殿もまた正幸殿の信じる何かのために。父の戦う理由。そしてお前の戦う理由もまたお前自身が見出さねばならない。私の戦う理由。うむ。戦う理由ね。志ってやつかな。武士だって一緒だろ。狭い領地争って殺し合って。おや、意外と繊細な感性をお持ちで。ああ、バカにしてんの。怖い怖い。でもまあ、私にもあるかな。雪村様のために私は戦うよ。忍びにとってそんなのはただの仕事だろ。まあ、そう思うならそれでいいんじゃない。第8章、天下。本能寺の変から3年。一方、真田は北条、徳川、上杉を渡り歩き勢力を伸ばす。裏切りを重ねる父正幸の生き様が理解できない雪村は、鬱屈した思いのまま人質として上杉へ赴いた。そこで出会った上杉景勝や直江兼続との交流を通して、雪村は己の、そして父の戦う理由について考え始める。そんな折、雪村は城下で不穏な噂を耳にするのだった。良きかな。
お、おお、なんぞ報告じゃったか、三成。こちらを。うん。表裏卑怯の者の。の。は。真田昌幸。油断のならぬものと見えます。真田。殿、秀吉殿からの書状には何と。真田の振る舞い甚だよろしからず、天下安寧のため捨ておくべきではあるまい。真田昌幸、信濃を託せるのは家康様のみなどと申しながら、その下の根も乾かぬうちにこたびの寝返り。沼田の一件は真田に計らず独断で決めた当方にも非があろう。あの外交が徳川の最善ではなかったと。殿は真田を、真田昌幸という男を試されたのではありませんか。いずれにしろ真田をこのままにはできまい。殿、秀吉殿の魂胆は承知しておる。秀吉殿は我らを使って真田を図ろうとしておるのだろう。だが真田を捨ておけぬのも事実。あの男はわしとは断じて相入れぬ。殿、こたびのことでよう分かった。我が大望がため真田は何としても除いておかねばならぬ。承知つかまつった。まったく、俺も当然最善を尽くします。うん、二人とも頼みとしておるぞ。直ちに真田攻めに取りかかる。なんと。馬がご入用です。新しい馬が入っています。また寄ってください。いらっしゃい。いい商品が入ってますぜ。また来てください。そうか、徳川が真田攻めの軍を起こしたとのこと。雪村、お前は己の立場を分かっているだろうな。もちろんです。されど真田を守るため私も戦いたいのです。戦が終われば必ず戻ります。どうかどうかお許しいただきたい。人質を返すことはまかりならぬ。されど名約に従い援軍は差し向ける。その将を雪村、お前にやってもらう。武運を祈る。影勝様、金継殿、ありがたき幸せ。このご厚情に報いるべく物の譜として恥じぬ働きをしてまいります。お許しをいただいた。直ちに出立し上田に戻るぞ。了解で。ああ。こんなに早く徳川と戦になるとはね。どうしよっかな。下手に動けば真っ先に俺が疑われるし、今回はおとなしくしてるかな。徳川に義理はねえし、師匠は来るかな。師匠と手合わせできるのも面白いかも。
やりました。影勝様と金あちょっと
りました。まであと少し間に合うと良いのだが、もう始まっちゃってんじゃないの。適当なこと言うな。雪村。兄上、影勝様のお許しを得てただいま戻りました。そうか、それは心強い。雪村、戻ったのか。はい父上、お許しもなく勝手な真似を。影勝公も人が良い。人質が戻ればこれ幸いと、わしが再び徳川に寝返るやもしれん。父上。ざれ言よ。今さら家康がわしを許すはずがないし、わしも家康の下につくつもりはない。だが、よく戻ってくれた。頼みとしている。父上。忍びが増えているようだな。そうでした。父上、兄上、この者はサスケと申します。以前ほう、雪村が世話になったのだな、レオユ。はあ、私を頼ってきてくれましたので仕官を許したく思います。好きにせよ。ありがとうございます。さあ、そなたからもご挨拶せよ。どうも、世話になります。ちょっと雪村、早速だが任せたい務めがある。は、あれが真田正幸。ま、殺すのはいつでもできるか。